はい、皆さんこんにちは、まいちくです。今日もトリスピ楽しんでいきましょう。いつもコメント高評価ありがとうございます。さて今日はですね、そうですね、リベンジですね。前回ね、僕動画上げたあれですね、1000枚貯めてね引いたんですがね、こちら頑張って引いた割にはね、この Z31 星5だったかな、星4ですね、星4が2台と、まあ、最後の最後でね来てくれたんですけど、 XD80 スープラが星6 1台という結果でした。まあね、これ提供割合からすればね、星6でもね 0.4%、星5でね 1.6% 来てくれるっていうことなので、もう少しね来てくれてもよかったんじゃないかなっていうね、そんな印象ではあったんですが、いやもう僕の周りではね、皆さんどんどんこの XD80 スープラを当てておられてですね、中には星7をね5台6台と作っている方もねいました。いやー羨ましい、羨ましいですけど、まあ僕ね、なんとか今回2000枚貯めてきました。もうまさに納金ですよね。1000枚がダメなら2000枚でどうだっていうね、もうそんな単純な考えで、なのでね、今回ねこの2000枚を引いていくにあたってですね、まあ、皆さんコメントねたくさんくださった中でですね、普通に引くんではなくてタップですよね、何回もタップしながら引いたら当たりましたとか、まあ、スキップをしたらたくさん出ましたよとかね、まあ、そういうねいろんな引き方をしたっていう方がおられたので、そのね3つのやり方ですね、普通に引くのと、もう連続でタップして引くのと、そしてスキップ、この3つでやっていこうと思います。最初に普通に50連、そしてスキップで50連、そして連続タップで50連、そして最後にまた普通に50連、合計200連ですね、そういう形で引いていこうと思います。ということでこの2000枚でね、まあ、できればね前回当てた星6と合わせて、まあ、3台来てくれたらね4台出てくるっていう形で、まあできればね星7完成させたいですね、 XD80 スープラを。はい、ということでね、まず最初の、50連ですね、50連を2に引いていきます。最初の10連、まあね、コインガチャってね言ってる方もいたぐらいね、コインがねめちゃくちゃ出てきますよね、これね。まあこれもコインですね。まあ1台でもね、この最初の5連で50年か来てくれたらね嬉しいですね。80スープラ XD80 スープラ欲しいですね。赤トレですよね、まず赤トレが来ないことには。これですかね、これですかね、オッケー。これ今回は出だしがねいいですよ、いきなり来てくれましたね、星5ですけどね。いやいいんじゃないかな、なんか前回ダメだったので今回来てくれるんじゃないかな、これちょっと期待してますよ、本当お願いしますね。いやでも嬉しいですね、最初から来てくれました。はい、いやね、次20連目引いていきましょう。出だし好調ですね、赤トレが見たい、赤トレ来てコインで、もうコインか赤トレでいいですね。強化キットもね、まあ、入ってますが、コインか赤トレ、コインか赤トレ、うん、もうコインはいいです。はい、もう全然、はい、コインが出るのが当たり前と思ってて、その合間合間にね赤トレが来てくれたらもう十分ですので、これは強化キットですね。はい、そろそろ赤トレもう一台お願いしますね。さあ星5でもいいんだけど、まあやはり、あ、仲間星2ですねこれね、うん、いや星6が来てくれたら嬉しいね、やっぱり。まあこんな形ですね、まあこれが普通でしょう、いいでしょう。はい、では30連目、いや星6来てくれたらね一気にテンション上がりますね。さて、ね、これはコインからのですね、ですね、まあそろそろ赤トレもう一回見たいね。一発目で来てくれたもののその後来なかったっていうのは寂しいので、まあ、これも強化キットですね。はい、強化キットですね、コインですね、うん、
まあいいでしょう、いいでしょう、いいでしょう、全然。はい、では次40連目引いていきましょう。赤トレ来て、星5でもいいけどね、星6が来てくれたら星54台分ですからね、一気にね星7に近づくので、赤トレ、まず赤トレが来て、その中身を、でも Z31 もねあるんですよね。そうですね、 Z31 も、そっか、まあ Z31 のね星7も、うん、確かに欲しいな、それはあるな。皆さん Z31 星7にしましたか？結構ね、まあこんな形でしたか。 XD の80をね星7にしたっていうのは見るんですけど、 Z31 の星7のねツイートがねなかなか、目にすることがないんですが、これが50連目ですね。はい、引いていきましょう。50連目、赤トレ、もう1台ぐらい、普通に引いてるこの50連の中でもう1台ぐらい来てくれないかな、かな、来てくれないかな、来い、来た、これは、あーまあでもスープラが来てくれるからいいでしょうね。星5、2台目来てくれましたね。うん、まあいい、全然いいよ。前回のとは比べ物になりませんからね、これね。前回は最後の最後までほんと来てくれなかったので、これはまあね嬉しい。いや、いいでしょう。うん、コイン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 でスープラですね、うん、いい感じでしょう。これはさて、最初のね普通の引き方で、星5のね XD80 が2台来てくれました。ではこの50連は、スキップですね、やっていきましょう。60連目かな、スキップで、はい、こんな感じですね。もうどんどんやっていきましょう。スキップ20連目、はい、スキップ30連目、来るかな、チーだ、スキップで来てほしいな、1台ぐらい。そっか、スキップはやっぱり早いですね。あっという間にスキップ50連目ですね。お願い、来て、まあね仕方ないでしょう。はい、では次はもう連続タップですね、うん、連続タップでの50連やってみますね、110連目かな、これね、やっていきましょう。こういう感じですね、来ませんでしたね。でもこれね、タップしてる間にチラッと見えますね、これ、まあ、それがいいのかな逆に。じゃあスキップでの20連目やっていきましょう。あ、タップだね、タップでの20連目、今なんか見えたな、 Z31 かな、だよね。まあでも、うん、車用だからまだまだねいい方ですね。では、連続タップでの30連目ですね、やっていきましょう。さて、ですか、はい、仕方ない。はい、連続タップでの40連目ですね。さあ、お、音でもね分かりますね。ただこれ Z31 だけど星6ですね。星6はいいでしょこれ普通に、うん、いい引きだと思いますね。いや、いいですよね、うん、確率的にも XD の80より低いわけなので、0.2% ですね、うん、確率的にはねとてもいい引きができました。はい、これで連続タップラストですね。よし、80来てください。あ、これは皆さん見えましたか、今見えましたよね。星5、1台、そして星6来ました。これはい、マイチクさん連続タップ来ますよって言ってくださったあなたです。はい、コメントをくださったあなたです。ありがとうございます。これ本当に来ました。いや、嬉しい。
ちょっと待ってよ、これで今星6がこの前のと合わせて2台あって、今日星53台目ですよね。っていうこと、あと星5が1台来たら星6プラプラまでいけるか。 OK、 あと星6と星5が1台ずつ来てくれたら星7完成ということですね。はい、ちょっとでも先が見えてきましたね、これで。ちょっと嬉しいですね。じゃあ普通に引いていきましょう。残り50連。いや、今日はいいぞ、これ。ここで赤いトレーラーが見たい。赤いトレーラー。いや、可能性はある。可能性はある。今日は来てる。みんなの言う通り、スキップと連続タップを織り交ぜながら引くこの200連。ね、これはいい感じで来てますよ。星6 1台、星5 3台、X280 スープラ来てますので、いや、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、全然いいでしょ。あとまだ40連ありますから、なんならあと40連とこれ45連来ますから。はい、引いていきましょう。さて、ここで赤トレが来てくれて、星5、星6、1台ずつお願いします。可能性は全然まだある。まだまだいける。実際前回と比べたらもうすでにね、いい引きはできてますね。さて、まだ可能性はあるんで、赤トレはちょっと見たいですね。来るかな、赤トレお願いですか。まあ仕方がない。はい、あと30連ですね。でもさっきの連続タップいいですね。今思うとしっかりちゃんとね、こう目で目視できないですけど、あの当たった時の音となんとなく見えてる、その車両のこのね、ぼやけた感じでなんとなく認識できるんだけど、最後に見たらやっぱり来てたっていうね、あの感覚が結構いいかもしれないですね。ちょっと面白い引き方ですね。あと30連か。ここで赤トレですよ。ここで赤トレ、そろそろ1台来てほしい、赤トレがね。さーっとそろそろ来ますよ。さーっと来てくれますよ。そりゃコインだ、コインじゃない、赤いやつ、赤いやつ、それもコインだ。違う違う違うよ、だからそれは違うって、赤いのね、うん、それは強化キットだから。そろそろ来る、それはコインだから、そろそろうん、まだ20連あるからね、うん、この10連は、うん、大丈夫大丈夫。さて、ポジティブにいきましょう。ポジティブに、この20連もしくは25連で出るでしょう。赤来たい、赤が来てほしい、赤、赤いの来て、出る人はもうめちゃくちゃ出てる人がいるんでね、ほんとこのね確率っていうのはその人その人でね、運にもかかってくるので、提供割合だけでね当てはめることはできないものですが、ガチャっていうのはね、仲間星にはいらない、いらないって言ったら来るんだね、君はスピード。残りラストの10連ですね。これこの中に星6と星5が入ってたら、それはもう神回でしょうね。フラグを立ててから引いていくスタイルですから、どういう回収の仕方をするんでしょうね。俺はコイン、いや赤いの見たいな、本当違うんだな。そっか、難しいかな、やっぱり。だから星2の仲間は
いらない。難しい。難しい。という形で、星6、1台、星5、3台だったかな。ただ皆さん、泣きのこの54枚5連やらせてください。お願いします。ここで来てほしい。ラストかけます。違う。これは、はい、そうですね。ありがとうございました。ということで、頑張って貯めた1000枚があっという間になくなってしまいましたが、でもね、まあ今回でもね、2000枚貯めてって考えると、そこまで確率的に良くないのかもしれないな、これ。どうなんだろう、2000枚貯めたから、いや、ダメだ、そういう考え方はやめとけ。ということで、前回ゲットした星6、1台と、今回ゲットした星6、1台、そして1、2のここのね、プレモの星5ということで、現在、僕は XD80 スープラは星6、2台、そして星5、3台ということになりました。そうですね、あと星6、1台、星5、1台をなんとかね、12月中にね、ゲットすればいいのでね、また12月チケット頑張って食べてね、オーダー引いていこうと思います。はい、ということで皆さん、今日見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。